はい、皆さんおはようございます。ゼブラチャンネルです。今回もグレス、前回はね、宇和島の方ね、矢ヶ浜行って動画撮ったんですけども、今回は同じ宇和島なんですけども、グレスリの好きな方なら誰でも知っている木振島の方にね、やってきました。風速がね、まあ10メーター近いということで、ちょっと行きたかったね、宇和島の方には行けないんですけども、まあまあ、今日の仕掛けなんですけども、竿はね 1.25、 でまあグレツリーのいつも通り道糸は 1.75 で、ハリスは2号でね、やっていきたいと思います。で、浮きは木桜、サイノス、パンサーサイノス、ちょっとね円筒もしたいんでね、少し大きめの浮きです。13.6 グラムぐらいかな。それではお願いします。
状忘れてた。やっと残り1時間ちょっとで潮が変わってね、揚げに変わってやっと潮がこう動き出して、だいたい2キロちょっとぐらいかな。同じとこでやっぱ見たくて、北海道に移ってもらいます。はい、行きましょう。ちょっとカメラ映ってなかったけど、2匹目釣れました。さあ、ここ来た、出ました。農管しました。結構ね、風音聞いてもらったら分かるんですけど、10メーターぐらいね風吹いてる中で、前半の下げの潮、結構一潮いってたんやけど、グレは釣れませんでした。下げから上げやね、12時前ぐらいに潮が変わって、潮の流れがね逆になった途端に食い始めて、40オーバーは2枚、35から38ぐらいのがね2、3枚という結果でした。今から港に戻って魚の方撮影したいと思いますね。では今から帰ります。はい、港の方帰ってきました。本日の釣果です。45.3 ぐらい。クズコキーじゃない、沖縄よりよいしょ。わあ、すごい黒い、かっこいい。42ぐらい、42。はい、ないかないか、41やな。もやさんチャンピオン。お疲れ様でした。お疲れ様でした。調子会会長、お疲れ様でした。今違いますけど。ありがとうございました。はい。